です、つくもやよ。5月8日、今日は三輪もといとるな、土木建築には向かへん行けや。六曜は戦勝、急ぐが勝ち、午前は吉で午後が凶。時間は可能と、宝石なんかを示す影の金、種ができた状態を示しとる。十二支はイノシシやね、影の水、木は枝だけとなり、草は枯れる状態を示しとる。ほんで、この十間と十二支から、およ五行へもと、権小水。金属の表面に水は生まれるいうことで、創生、物事が順調に進む有形や。戦勝で創生ってなんや、勢いよって良さそうやけど、転ばんように気ぃつけて。まあ、これらを踏まえてどう過ごすかは、あんたさん次第や。ゆるゆると、ええ日になると、ええね。ほな、またねー。